ですか。お茶の間に演歌の魅力をたっぷりお届けする演歌流行り歌のお時間です。歌川文子です。今日も笑顔と感謝の気持ちを忘れずに頑張ります。青山るみです。今日も素敵な歌の時間をお楽しみください。噂の京太郎です。皆さんお元気でしたでしょうか。北海道のしーちゃんこと吉田静香です。はい、よろしくお願いします。はい、しーちゃん、今日のお土産をご紹介ください。はい、今日は熊本県大林敏子さんから、スイカをいただいております。ね、私大好きなんですよ、スイカ。しーちゃんも好き？好きなんです。私も大好きです。みんな好きなのよ。もう余さないんですよ。みんな狙ってる。ね、みんなスイカ狙ってる。終わったら食べようね。大林さん、本当にありがとうございました。トーク終わりましたらいただきますよ、ね。ありがとうございます。いやー。スイカが目の前にあったらなんか元気が湧いてきたぞ。母上のような今が旬でございますので。うまいなんだよねえ、ね、みずみずしくてみずみずしくてありがとうだね。あなただけよ。さあ今日も元気いっぱいいきましょう。俺はやるんだこの意地とけて近隣の歌。それが演歌です。今日はひばりの花火娘を歌わせていただきます。お茶の間の皆様もどうぞ歌ってください。花をめしませランララン、愛の紅バラ恋の花、もうゆる心のささやきか、恋のそよ風ゆらゆらと揺れて恥ずかしい赤いバラ、花をめしませランラランめしませ紅バラ恋の花。白い身もだわ夢の花、濡れた心の愛の露、月の光かささやきか、丘のチャペルの鐘の音が、花を召しませランララン召しませ身もだわ愛の花。花を召しませランララン、乙女優しいチューリップ、赤白黄色と鳥どりのデビュー巻きで千代髪や投げたテープの美しさ、花を召しませランララン召しませ優しいチューリップ。花を召しませランララン、花は散るほどしぼむもの、咲いた思いの花びらに夢があるうち今のうち愛しお方に捧げなさい、花を召しませランララン召しませ情けの花束を。ご機嫌いかがですか。お茶の間に演歌の魅力をたっぷりお届けする演歌流行り歌のお時間です。歌川文子です。今日も元気な顔で皆さんとお会いできて嬉しいです。宮城治です。
皆さん元気じゃろうか。今日も素敵な歌の時間をお楽しみください。噂の京太郎です。皆さんこんにちは。北海道のしーちゃんこと吉田静香です。はい、北海道のしーちゃん、はい、今日のお土産なんですけど、はい、今日のお土産は熊本県の藤間君藤さんだから、うん、なんかこれ歌川先生の夢人生とか人生坂、うん、それからたばる坂の歌のタイトルが入った焼酎らしいですね。すごいね、やるもんだね。お地蔵様、こちらにお地蔵様飾ってるんですが、うん、この絵を描かれる方が、うん、描いてくださる、うん、特別なそこのお店しかないっていう。あ、このお店しかないのね、はい、以前男いじたばる坂をテレビで来ていただいて、うん、踊っていただいた藤間先生なんですけれども、はい、三河屋さんってお酒屋さんやってて、このお酒をね全部こうお地蔵さんの絵を描いていただいて、うん、それで私の曲の夢人生、うん、そして人生坂と描いてくださって、幸せだね、こういう人がいるんだから、はい、お父ちゃんお酒好きなんだけど、私も飲みましたら非常に美味しかった、はい、飲んだの飲んじゃった、本当に私大好きなんですよ。飲んべ、そうなんです。飲んべではかなりやります。飲んべと飲んべの違いなんだ。君は飲んべで俺飲んべだ。飲んべにはいい話。プレゼントコーナーに、うん、お地蔵様の絵が、はい、もう一つ一つ全部絵が違うんですけど、プレゼントに出してくださるなんでね、応募。お待ちしております。応募しなきゃダメそうです、はい、応募してください。俺も応募しなきゃダメ、応募してください美味しいですから、世の中厳しいなおい、はい、今週もお楽しみください。はい、
さあ歌の世界っていうのは、はい、まあお芝居の部分もありますからね。そうですね。だからその経験したことのないものをその歌に託すというのがありますよね、はい、そうですね。この前もね、居酒屋さんで飲んでましたらね、はい、70過ぎの おばあちゃんがね、はい、サザンカの宿を歌ってね、ああこれあの不倫の歌ですからよく考えて。そうですよね。抜いた指輪の爪の跡ですから噛んでくださいでしょ。俺がやった婚約指輪をね抜いてね他の男に抱かれるんですよ。すごいですよね。おばあちゃんって何だのいい年こいてよお前不倫の歌歌いやがってって言ったらねやってねえから歌ってんだよ。憧れもあるんだよ。憧れもあるんだよ。だからそういう分の中でね、歌は4分半のね一人芝居ですからね。憧れだそうでございます、ね、それから吉田静香さんの男の花道、はい、憧れがあるこういう男に。そうですね。どちらかったら、うん、え男の歌が多いの。おいや半々ですよ。あの悲しいやっぱりあのね、うん、女性的な女性的なありますそういうの。反対にさ、はい、あの女の人って男歌うまい場合がある。そうですね。反対にあの僕らがデビューした時は男の歌い手さんが女心の歌を歌うのがすごく流行ったんです、ええ、うん、あのなんか宝塚と一緒で、うん、宝塚で演じる男役って男から見たらいねえよあんな男と思うだろ、ええ、だけどあれは女性の憧れなんで。そうですよね、うん、だからそういう部分の中でね、あの時代のねやっぱり流れもあるんでしょうか、うん、最近は女性の方が前に出るようになったでしょ、うんうんうん、ですからあの私の歌で例えて申し訳ないんですけど、うんうん、夢人生という歌は男性が歌うととっても聞きやすいんです、うん、あ そうなんだ。それで人生坂って男の歌なんですけど、それが女性の方が歌うと非常にマッチする。なるほどね。時代になんかこう合ってるかなって思いますね、うん、変な風になんか女が悲しい女の歌を歌うと妙にドロドロしちゃう、分かりすぎて妙にこう入り込んじゃう、ね、そういう部分もあるかもしれないですね、うん、男が女の歌を歌う場合はこうあってほしいとかこういう女性でいてほしいとかこういう女性がいたらいいなって願望みたいな感じね。今日は一文字達也さんの男追い分け三五郎、それから秋山涼子さんの黒髪女王、はい、それから隣にいらっしゃいますしーちゃんこと吉田静香さんの男の花道を聞いていただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次行ってみましょう。はい、